国立近現代建築資料館は、日本の近現代建築に関する資料の劣化、サインイズや海外流出を防ぐための収集、保管、建築物の調査研究と啓蒙活動や、資料の展示を目的に設立された文化庁所館の施設等機関である。国際的にも高い評価を得ている、丹下建造による国立代々木競技場の設計図は、ハーバード大学が所有しており、 戦前の資料は、戦火消失しているものも多く、建物そのものも老朽化や、経済性から解体されている現状がある。こうしたことを受け、2011年2月8日に、閣議決定した文化芸術の振興に関する、基本的な方針における重点戦略の一つとして、文化芸術の次世代への確実な継承。 文化芸術分野のアーカイブ構築に向け、可能な分野から作品、資料等の所在情報の収集や、所蔵作品の目録の整備を進めるとともに、その積極的な活用を図るべきと示され、近代以前の伝統的建造物に係る保存政策に必死十分とは言えない。近現代建築について、その学術的、歴史的、芸術的価値を次世代に確実に継承していく。 体制を構築することを目的とし、文化芸術振興基本法に基づき、国土交通省官庁へ全部の大規模リニューアル事業の一環として開設された。建物は、旧岩崎邸庭園に隣接し財務省関東、財務局東京財務事務所、農林水産省関東農政局、東京地域センター、経済産業省関東経済産業局、東京事務所が入所する。 湯島地方合同庁舎敷地の一角にあった別館と新館を改修。二棟の間をウッドデッキの通路でつなぎ一体化、別館を資料室棟、新館を事務室棟とし、別館2階の階段上行動をフラットにして展示スペースに当てている。新館は東日本大震災で外壁の一部が剥落したため、公子と風の外装に一新した。資料室棟は、 旧別館の時からピロディ構造となっている。資料室棟と事務室棟の2階間を結ぶ吹き抜けの渡り廊下は旧新館建築時に増設されたもの。岩崎邸の景観配慮から建物周囲に食事を行い庭園との連続性も持たせている。収集品目は当面明治時代から図面のデジタル化が進んだ1990年代頃までに、 作成されたもので、文化勲章、文化功労者、プリッカー賞、王立英国建築家協会ゴールドメダル、アメリカ建築家協会ゴールドメダル、国際建築家連合ゴールドメダル、高松の宮殿下記念世界文化賞、ベネツィアビエンナーレ国際建築転勤指示賞を受賞した日本人建築家の作品、ドーコミューもジャパン選定日本における、 モダンムーブメントの建築日本の近代建築201000メタボリズムに参加した建築家の作品を対象とする。開館から3年で緊急に保護が必要な資料約6万点を収集、保管した。調査事業として我が国の近現代建築資料の所在情報の概要把握と情報管理方法の提案を募集するなども言っている。 明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業に次いで国立西洋美術館がルコルビュジへの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスの構成資産として世界遺産に登録されたこともあり、近現代建築資料を収集することは遺産の価値を保管し、ユネスコの世界遺産と博物館指針に沿うものとなる。 名誉館長に建築家の安藤忠夫が就任している。ありがとうございます。